者挨拶を。日本女子相撲連盟柳井瑞子会長よりご挨拶いたします。皆様おはようございます。清水会長から、公認として新しく会長になりました柳井瑞子です。よろしくお願いいたします。第7回世界大会国際女子相撲連盟先日、平成31年4月14日、選手代表、立命館大学、本日より、相手を分とか。分とか、鹿児島商業、分とかの相談が強いかも。鹿児島商業から団体で勝てないんじゃないか。以上をもちまして、開会式を終了いたします。選手役員、一同礼。選手は退場してください。選手は競技は10時35分より行います。